はい、今日は初めての納豆ペースト、納豆を食べるということで、このコープのやつ食べてみたいと思います。まあ、これがなんか給食のジャムみたいな袋に納豆ペーストが入ってるんで、この量を2人で分けてみたいと思います。 15g 入ってるそうです。だから 7.5 ずつ食べるよ。で、このお粥とほうれん草が入ってるんで、これに半分ずつ分けていきます。はい、それでは食べていきたいと思います。じゃかじゃん。はい、納豆が加わっております。で、これを混ぜていい感じにして食べていこうね。いね、完全にこれ納豆の匂いします。で、うち納豆大好き家族、まあ、少なくとも夫婦はなので、もうこの匂いで腹が減ってきております。20パックあるね。なんなら2人とも朝食べてるから。そうそう、納豆だらけで、ゆかちゃんによると納豆のペーストを裏ごしはとても大変らしく、そうそう、おお、急ぎます。なので、ま、粘り気はないね。ないっていうか、ま、すぐ混ぜちゃってるか正直わかんないけど、でも糸を引いた感じは、ない方がいいのね、粘り気は。納豆好きな子に育ってほしいなということで、行ってみたいと思います。大豆自体はね、もうトウフレ、うお、ギャーギャーギャー、匂いはお好みかな。そう、豆腐で食べてるもんね。うん、だっけ、豆腐焼きな子で食べてるので、うお、要求要求。はい、はい、じゃあ行きたいと思います。最近ずっと両手で、左手でお皿持ってあげてたから、片手むずいな。はい、行きます。うんち、うん、超うまじゃんって感じだな。はい、うわー、美味しそう。はい、ウケるね、超笑顔だね。はい、いやかわいいぞ。はいはいはい、こっちこっち、えい、向こうにお母ちゃんいるから見ちゃうね。うお、ほい、ちょっとこぼしたね。なんか増えたり、ふんわりして、これ納豆ご飯と同じ現象起きてるね。そうや、納豆にお粥の米混ぜてるんだから、ほとんど一緒やな、大人と食べてるもの。はい、よいしょ。じゃあちょっと、左手でお皿持って両手で食べさせていきます。おかゆ、おかゆ。はい、というわけで納豆完食です。ででーん、拭いてあげるね。美味しかった？とっても美味しそうだったね。この間あげたのがギャン泣きしてる時だったから、特に今日のは幸せそうに見えます。はい、向こうで小雪くんが泣いたりしてますが、まずは小ゆかちゃん、納豆無事完食です。ちゃっちゃちゃーん。はい、ごちそうさまでした。お母ちゃんにありがとうだね。じゃあミルク飲もう。